皆様大変長らくお待たせいたしました。ただいまより第31回岡崎将棋祭りトークショーを始めさせていただきます。私は本日司会を務めさせていただきます、女流棋士の鈴木環那と申します。どうぞよろしくお願いいたします。第1部のトークショーは前半と後半に分けてお届けいたします。それでは前半のトークショーに出演される棋士の方々をご紹介いたします。まずは石田和夫九段です。どうぞお入りください。石田先生、こちらにお願いいたします。こちらにね、こちらに、はいはいはい。今回で31回目となりますが、はい、石田先生は第1回目から出演なさっていらっしゃるんですよね。いやいや、そうですね。本当に、まあ、たくさん来てくれるようになって定着して本当にありがたいと思います。本当に今日もたくさんの方々が来てくださっています。はい、あのね、あの第1回目から見たらね、夢のようですね。うん、でも一度だけね、将棋の日っていうのをやったこと、ここじゃなかったかな、違うとこかな、まあいいや、まあどっちでもいいですが、そういうことで、ここではないな、まあいいや、そんなどうでもいいけども、そういうことで、やらせていただきました。岡崎将棋祭りはね、藤井さんブームですね、今ね。だから各地ではたくさん人が来てくださいます。こういう観る将ファンがとても増えた。だけど一つ言えることは、岡崎将棋祭りはね、この藤井さんのブームの以前31年からこのように続いていたという歴史であります。これは誇るべきことだと私は思うわけであります。本当に、はい、ありがとうございます。で、徳川家康ね、将棋の名人のあれ作ってくださいましたね。はい、この徳川公の生まれた岡崎でやるということ、江戸のふるさと岡崎でやってると、この祭りが全国的にも浸透したということは、誠にもって本当に一年一年、まあね、市の協力、観光協会の協力、そしてこの感染記者鈴木弘子さんのね、協力ということで相まってやってこられたんだと私は思います。本当に、これはこういうふうになってるたびにね、毎回ああここで今年がこれで今年度が始まるんだなっていう思いを新たにしておりまして、故郷、まあ今私たちのね、親類は全部岡崎にいるのよ。これ言わない方がいいかな、あのあれは言わん方がいいかな。ぜひ言った方がいい。まあ、じゃあちょっと一言、すいません、あのね、実はね、私はこれね、ちょっと私長くなっちゃうけどね、岡崎の将棋祭りにはね、お父さんお母さんの眠るお墓に参りに来るっていうのもあったん、ね、こう27年住んでましたし、岡崎城これ見ながら私育ったんですね。だからそうだ、ところがね、私は一番末っ子なの、5人でね、ところが一番上のね、長男が、あの実はまりこんなめでたい時に言っちゃいけないな、いつも骨を拾うようになっちゃって、お亡くなりになっちゃった。で昨日がちょうどね、葬式だったんでございます。いやいや、いやいいんですよ。でだけど私はだから昨日はさすがにちょっと興奮したのが熱気悪かったな、はい、だけど私はもうこういうね、皆様のステージ見てこういうとこ上がると元気の出ちゃうタイプなんだ、だから元気いっぱいやっていきたいと思います。で、みんなこれから来る登場人物っちゃいけませんね、登場棋士ね、これみんな個性があって今やね、みんな喋るのも上手くなったな、そう思われますか、やはり。そう、まあ、ちょっと長くなる、あと30秒、
あのね、あと30分30秒、ね、30秒ですね。あのね、ですか、昔はね、こういう席では、以前ですよ、 NHK やってる頃、自分で言うのもなんだけどね、石田和を置いて他ないと。いや本当に、そうなんですよ。こういうところで盛り上げるには石田和を置いて他ないと、いう時代もあったんだよ。いや間違いありません。いやほら、そうなんですよ。そういうことで、それをあの、ちょっともう30秒。あのね、NHK の永井さん、ね、犬山に行った時に、こういうところへ来て、うってつけの人が登場いたしましたと言って紹介を受けたことがある。まあそうだったけど、今はもう私なんかはもう、勝るとも劣らないところ、私が劣る。劣る。もっとすごい人が出てきますので、ね。下手な漫才落語を聞きに来るより面白いとそういう感じで岡崎正月を今回見ていただければと思います。はい、以上。いや、石田先生ありがとうございました、はいはい、一番奥の席にお願いいたします。石田九段でした。ありがとうございます。そして木村和樹九段です。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。もう大サービスしてくださってますね。ちょっと花見てたら綺麗だったつい見とれてね、なんか、はい、足がちょこんとこう出たりしてましたね。あ、そうですね、まあ、体操体操、はい、朝ですから、ね、ありがとうございます。木村先生、岡崎将棋祭りは何回目になられますか？はい、2回目です。3年ぶりだったかと。はい、その時はホールこんな感じではなくて違うとこだったと思いますけれども、うんね、あの前夜祭とかも立派な感じのところで良かったですね。本当ですね、はい、昨日も本当に前夜祭盛り上がりましたよ ね、 そ、 うですね、はい、そしてまた今日はこれだけたくさんの方が会場に来てくださいました、はい、あの皆様に一言をいただけますでしょうか。はい、あの一日あの眠くならずにお目目パッチリという状況でご覧いただきたいと思います。ごゆっくり楽しんでください。どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。続きまして杉本昌隆八段です。どうぞお入りください。杉本先生もお弟子さん大活躍ですよね。はい、そうですね、あの、まあ、私あのいろんな人と会うたびにお弟子さんすごいですねと、もうそれが、ね、あの会った時の挨拶になってるんで、もう聞き飽きたというか、いつも言われてるんですけど、もう7年ぐらいずっと言われてます私。そうなんですね、はい。そして今日もあのたくさんの方々が会場に来てくださいましたので、はい、杉本師匠から一言をいただけますでしょうか。はい、あ、そうですね、あの、はい、本日お越しになられました皆様、あの、今日はちょうど連休 の、 あの初日かと思うんですけどもね、あのね、誠にありがとうございます。この岡崎将棋祭りも31回目というふうに聞いておりまして、そうね、あの、まあ、昨日の前夜祭でもちょっとお話したんですけど、私多分29回ぐらい、ね、あの参加させていただいておりまして、ね、あの海の親の石田先生に次いで回数多いんじゃないかなって思うんですね。まあ、本当に、ね、あのありがたい時代になったなと思いまして、本当たくさんの皆さんの前で、ね、こうやって、ね、読書なども行えることを嬉しく思っております。今日はよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。続きまして服部慎一郎六段です。よろしくお願いします。お願いします。服部六段、今朝は岡崎の朝を颯爽と走られたそうです、ね。はい、そうですね、はい、軽く6キロ走ってきました。はい、もう毎日の日課でいらっしゃるんですよね。はい、そうですね、はい、ほとんど毎日の日課です。すごい、はい、でも気持ちよかったんじゃないですか。いや、すごく気持ちよくて、はい、もう走っててすごい爽快感がありました。はい、また走りたいなと。はい、あとあの一緒に走られた方が、あ、そうですね、はい、あの佐々木さんと一緒に走りました。お二人で6キロ、はい、いや佐々木さんは5キロで、はい、ちょっとあの途中で置いていく形になりましたね。置いていってしまったんですね。そうですね、はい、そうでしたか。今日もあの岡崎将棋祭りは初出演ということで、初めてで、はい、すごくあの楽しみにしていました。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。続きまして森本莉子女流二級です。森
森本さんは初めての岡崎将棋祭りで、はい、小学生の時には何回か将棋大会の方に参加してたんですけど、こうやってゲストとして参加していただきさせていただけるのは初めてなので、とても嬉しいです。憧れだったそのイベントに今度は女流棋士になって戻ってらっしゃったんですもんね。はい、そうですね。そう、感慨深いですね。ですよね。初めての岡崎将棋祭りの出演ということで、楽しみになさっていることは何かありますか？やっぱり私も皆さんと同じように公開対局がとても楽しみになっております。今日は記録を務めてくださるということで、はい、もしかしたら聞き手としても登場するかもしれません。今日は一日どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。続きまして、室田伊代女流女帝です。どうぞお入りください。私で合ってます？間違いありません。もう室田さん、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう岡崎将棋祭り、はい、本当になんかこうね、懐かしいというか、私たち何回か ね、ご一緒させていただいて、ね、さっき控室で喋ってたけど、そうそう、とっておきのことがあるんですよね、私たちね、はい、私たちのあの公開対局を実はある方が三段だった時の、そう、記録を務めてくださってたんですよね。はい、記録普段公式戦は取ったことないみたいで、はい、私たちの一曲だけ。そうなんですよ。どなたかお分かりになります？分かる方いらっしゃいます？なんと藤井八冠が私たちの対局のね、恐ろしい。いやでも一番恐ろしかったのはなんてことしたんですか ね、それをすっかり忘れていたことが一番恐ろしかったです、うん、忘れてました。そんなこともあったねという ね、いろんな思い出がこの岡崎将棋祭りにはあります。はい、これからまたトークショーを始めさせていただきます。もうこれで終わりじゃないんですか？あ、確かになんかね、もうトークショーやった感じがあるんですけれども、はい、皆さん本番はこれからです。今から始まるんですね。今から、びっくりしました。もう室田女流にここからバトンを渡して、はい、司会進行を務めていただきたいと思います。それでは第1部のトークショー、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは皆さん、どうぞおかけください。はい、ではここから6人でよろしくお願いいたします。はい、もう石田先生、今回岡崎将棋祭り第31回ということで、はいはいはい、まだまだ喋り足りないと思うので、はい、先生から。そうね、喋り出すとキリがないんだよね。木村先生が止めてくださるので大丈夫です。いやでもね、やっぱり岡崎というところに帰ってくると本当にふるさとに帰ってきたと思いますね。はい、やっぱりいいとこですね。はい、住み町だと思います。はい、自分で言うのもなんだけど、もう31回ということで、途中でなんかヒヤッとしたとかそういったことはなかったですか？いやいや、ないに、あ、ないですか？ない本当ですか？まあ鈴木さんがね、このよく仕切ってくれたんで、はい、不思議なほどトラブルなかったです。あ、なかったですか？そうですか。はい、これはなかなか少ないと思いますよ、うん、何かクレームとかトラブル、それはまあ私の気がつかないといくらかそれはあるのかもしれないけど、はい、目立ったあれは長いです。だからそれは素晴らしいことですね。はい、まあ、この岡崎将棋祭は結構石田門下の棋士が多く出ているかなという気がする、ね。そうですね、やっぱり私の門下生がね、そしてまたゆかりのある人、はい、まあ、多いですね。この間、はい、谷川十七世名人が、はい、師匠が、弟子が師匠に対する恩返しっていうのは、その師匠に勝つことだって将棋の世界で長く言われましたね。はい、でそれがやっぱり将棋の勝ち負けがあるから師匠としては大変面白くないんだと。でこれが師匠に対する本当の恩返しというのはですね、こういった将棋にまつわるイベントで師匠と弟子が一緒に共演することなんだと、というふうな話をされてたんです。なるほど、そうかなと思いましたけど。そうですね、石田先生もそういう点では、まあ、今日出る佐々木さんもそうですし、うん、高見さんもそうですし、そうですね、まあ、他にもね、勝松さんとか、そうですね、まあみんなね、その他にもまだまだね、はい、9歳10歳の子も育ててるのよね。小学生名人になるかもしれない、はいはい、そういうのがね、こう育ててくるんだから、そうするとね、楽しみもありますね。いや9歳実際その人を見届けるのは私いくつまで生きなきゃいけないか天界大僧正っていうのがいました。100じゃダメなんじゃないですか。106歳、うん、いや、ま、いきます、まだまだ全然いけます。いやいや、
この間喜寿のお祝いをね選出されたということで、いやいや、それね、年齢をもらう数字だ、すいません、あの、ね、私あと30年ぐらいは全然もう、いや、あのね、あの年齢は数字ということで、私はそういう生き方してきたんで、喜寿のお祝いね、ね、ね、えらいめでたいってことだからね、はいはい、本当のこと言うとね、門松はめでたくもあるめでたくもなしという、そういう心境、そういう心境、そうですか、うん、でもみんな祝ってくれたんだ、あ、まあそうですね、弟子たちもみんな師匠のことで集まりやすいということで、それで素直にありがとうございましたって、いやでもね、お祝いの会あるということはいいことで、そうですね、はい、おめでとうございます、いや、あの一つ一つの人生のページですから、はい、今回もこの私は馬妻の一つの思い出のページにしてください、はい、よろしくお願いしますね、はい、杉本師匠も、まあ、今はあの、はい、藤井さんの師匠ということで随分、まあ、いろんなところで出演をされてたりとかっていうことは結構あるんですけど、将棋番組にあんまり出ないんですけど、はい、なんか違う番組の方に、はい、たまに出る時があったりしまして、この中にやっぱり一人お弟子さんがいるじゃないですか、はい、ええ、もう忘れちゃったですか、え、誰か お弟子さん、 あの弟子の話、この弟子の話、どの弟子だか、 なんか弟子たくさんいるんでね、はい、いやでも本当に石田先生見てて思うのは、本当に素晴らしいお弟子さんが多くて、はい、石田先生があれですよね、ちょっと佐々木君出てくれないかと言ったら佐々木八段が、ね、こうやって出演するわけですね、はいはい、去年、何年か前、あの鎌田さん、ね、女流の、ね、石田先生が声をかけて、ね、来てくれたと、まあ、今日ね私の弟子は、まあ、森田さん、ね、はい、来てくれてますけど、はい、あの弟子がね最近来てくれない、あ、そうですか、これ私が声かけても、はい、あの私とか、ね、あのね、藤井八冠本人の意思ではもう何ともならないならないんですね、はあ、将棋連盟を通してくださ い、 みたいな、ね、なるほど、師匠の間に壁、将棋連盟という壁が存在したわけですね、まだ将棋連盟の許可を得てから呼ばなきゃいけないというね、ああ呼べないんで、それはなかなか大変な壁なんですか、どうなんですか、そういう指定関係ってあんまりないと思うんですけど、ああ、そうですね、将棋連盟が間に入る壁なんですね、木村さんもでしたね、あの、はい、ね、いらっしゃいますけど、声かけてね、将棋連盟を通してくださいって言われないでしょ、言われないですね、そうですよね、まあ、でも壁ができるぐらいの確率かなんですか、活躍してほしいなって思いますけど、まあね、将棋の恩返しってお弟子さんからされたことありましたっけ、え、何もないですね、はい、羨ましい、私も3回も恩返しされました、ね、いろんなやり方はきっとあると思うんですけど、まあ、師匠を倒した人をやっつけてほしいですね、そういうことは、ね、いいこと言いますね、いや、そうなんです、はい、師匠が勝てなかった人とか師匠のライバルとか、師匠がね、この人には勝てないなみたいな人をというのは弟子が ね、 あの思いますね、バッタバッタと倒してくれるとめちゃくちゃ嬉しいんですけど、ね、その勢いで自分も、ね、任されるんでね、はいはい、師匠に勝つのはこれは余計だろうと思うわけなんですけど、なんかそれが共倒れになっちゃうと親子丼みたいになっちゃうから、いやいやいや、でもね、あの一緒のイベント出れるって本当に嬉しいことで、はいはい、室田さんはどうなんですか、その弟子の側は師匠とこうイベント出るのは、はい、もう どうでもいいとかつまんないとか、まああるじゃないですか、そのいや、デビューの時からもうなんか保護者代わりで、あの初めて全国どこでも出演というかあれでしたね、はい、村田さんが、見学みたいな感じで控え室に来たこと、はい、まだ高校生とか中学生だったと思うんですけど、はい、高校1年生の時だったので、ね、その時はね、はい、なんていうかな、いろいろ連れて行っていただいて、いや、関係者の人も、ね、場所とか、ね、はい、ね、なんか控え室ですかみたいな感じで言われてたんですけど、今は、ね、はい、ね、村田さん今年も来てくれるんですか、はい、みたいな感じで、ね、もう自由にさせていただいてますので全国どこでもまずは師匠といろんなところに九州だったり長野だったり、はい、行かせてもらったんですけど、もう今は勝手に行ってます。あ、そうです、いやいや当たり前なんですけど、いやでも結構森田さんがデビューした時ってなんか一緒によく仕事しましたよね、はい、全部一緒でした、はい、あの頃から私いい弟子がいて羨ましいわとよく仲間の棋士に言われてたんですけど、まあ、今もまた別の弟子が、ね、まあ、いるわけなんですけど、はい、なんかね、恵まれてるんかなと、ね、自分が思ったりすることはありますね。いや、ちょっとだけ思ってますけど、はい、はい中田翔太先生がね、服部さんは師匠で、どうですか、はい、そうですね、中田翔太先生の、はい、岡崎将棋祭りといえば翔太先生、はい、いつもいらっしゃいましたので、はいはい、そうですね、そうですね、なんか第1回から結構、うん、なんか来たことがあるっていうのは、はい、聞いてたので、出演回数すごい多いんじゃないですか、翔太、はい、先生ですね、中田先生は、はい、もうずっと出演もされてたし、あの詰将棋コーナーが確か何かがあって、うん、そこでね、詰将棋、中田先生の詰将棋出されて、ね、そういうこともされてたし、いや、本当に活躍されてて、うん、一緒じゃないのが残念というか、あ、確かにそうですね、ね、服部さんが、だから、ね、今後タイトルとか取って、うん、いや、師匠と一緒じゃないと出ませんとか言ってくれると、まあね、あ、もしかしたら逆に呼ぶ
そうか、そうですね。それでそうか、頑張って師匠を呼んでということです、ね、それが師匠高校という、あ、それがそれ今の恩返しなんですね、うん、いや、森本さんは師匠が、ね、あ、澤田七段です、ね、はい、澤田門下って一人ですか。あ、そうですね、女流棋士は一人です。どんなきっかけでなったんですか。いや、そうですね、私が小学生の時から研修会で澤田先生に指導していただいていて、あ、でも師匠も杉本先生も指導してもらって、研修会指導っていっぱいいます。前ですね、まだ私が、藤井八冠の師匠と言われる前の時代でしょ、うん、そうそうっていうか、まだ森本さんが本当にちっちゃかった頃というか、何曲か指したことはあったと思うんですけど、まあね、ずっと澤田さんがあと、ね、中心となって東海研修会をね、うん、そうですね、幹事になられて、はい、まあ、でも杉本先生もいたのになぜいや、そんな話ここでするんですかいや、こんな話が広げられると思ってなかった、はい、いやもう本当にお二方とも尊敬する先生で、いや、もう澤田先生の、うん、まあ、私もファンだったので、うん、いや、もう杉本先生のファンでもあるんですけど無理に言わなくてもいいですけど、でも澤田さんって確かまだこの岡崎将棋祭りに来たことないらしいです。ない意外、そう、意外だけどなくて、だから師匠を追い越して今回ね、うん、森本さんがいや、そうですね、思いがけなく追い越してしまったんですけどまた一緒に出演させていただけたら嬉しいなと思います。あ、ファンで入ったんですか、入門。澤、まあ、田ファン で、ね、はい、でも直接お願いして。どのタイミングでお願いされたんですか。あ、そうですね、女流棋士になる資格である研修会 B2 に昇級したと同時にお願いして、はい、その日に、その時は一旦ちょっと保留にさせてってやっぱり言われたんですね。あ、まあ、確かにいきなりその日に決められないですもんね。そうです、すごい困惑してて、はい、事前に相談はしてなかったですか。全くしなかったんで、急に行ったんで、もうなんか、はい、みたいな、その後2人で話す機会をもう設けていただいて、で話して、面接、そうですね、面接でしたどんなことを話したんですか。いや、なんかこれからどうやっていくのとか、いろいろ聞かれて、はい、医学の方もやってるので両方頑張りますっていう風にお伝えして、はい、あ、じゃあ分かったよみたいな感じで、ハンコ、そうです押してくださいました。そうだったんですね、はい、ありがとうございます。で、もう二人は岡崎将棋祭り初めてということで、岡崎いかがですか。あ、そうですね、はい、一、はい、回出たいと思ってたので、はい、今回すごく楽しみにはしてました。はい、外走ったお話先ほどされてましたけども、はい、木村先生もマラソン走るの早いですね。いや、早くはないんですけど、はい、一応動くことはできる、はい、なんか走ってらっしゃるイメージが、今日もなんかその朝走るってイベントの前からなんかそういう思ってる人たちがいるっていうのは聞いたんですけど、多分疲れて皆さんの前で話することできなくなっちゃうと、うん、ね、岡崎に走りに来たと思われちゃうなと思ってでちょっと遠慮しました。はい、服部先生は平気なんですか。いや、若干ちょっと眠いですいや、ちょっとこれから対局、はいはい、木村先生と、そうですね、いや、その前に目を覚まさないとと、はい、思ってます、はい、まだ時間ありますからね。まだ時間あるんで、はいはい、佐々木先生と走ったということで、どっちが速いとか、どれぐらいの距離を何分ぐらいで走ったんですか。いや、今日はもうコースとか決めずにノリで走ったんですけど、はい、なんかその前に走ってる人がいて、もう結構ガチ勢だったんですよ。あ、でその人についていこうとして、はい、もう思いっきり追いかけたんですけど、佐々木さんがもう途中で見えなくなって途中で後ろに置いてきた。あ、後ろに、はい、置いてきました。服部くんのが早いということですね。まあ、そうですね、はい、らしいです。師匠どうですか、石田先生。あ、みんな走るんだね聞いてなかった。みんな走るんだね木村さんもなんか荒川沖を走ってるという話の噂もありますが、まあ、気分いいもんですけどね、はい、この季節になるとちょうどちょっと前だと寒かったじゃないですか、はあ、そうすると行くのが嫌だなとか、はあ、雨降れたとか、まあ、いろんなことをこう考えるんですけど、はあ、この季節になるとちょっと花咲いてくる時期ですかね、はあ、そうですね、暖かくてとてもいいような気がしますね、はあ、で車なんか運転されないでしょ。車みたいな。私車運転します。はあ、はい、はい、やっぱね、時代ですね。あ、先生の時は免許を持たれてる方は。いやいや、いない。いないです。禁止は運転するのはダメだ。だから将棋で神経使ってでしょ。あ、そうですか。車だから増田先生ね、はい、知らない人いるとひげ棒で。増田幸三先生ですね。そうそう、はい、和服でやってるでしょ。
あの人が運転してる姿なんか想像できないじゃないですか。あ、まあそうですね。ね。あ、皆さんこの中で運転免許持ってる人どれぐらいいます？持ってない。あ、持ってる。持ってる。まあ、年齢的なものもあるかなって思うし、 あと騎士ってあんまり免許を、まあ、必要としないというか、あ、まあそうですね、車に乗りながら将棋指すわけじゃないですか、ね、うん、運転すると危ないっていうかな、あの、はい、か頭の中で考えるじゃないですか、まあ、対局に車で行くと危ないからみたいな、そう、詰まない詰将棋が ね詰んだら、ね、右折し損ねてたっていうことありましたよあれはね、なんかこう良くないですかね。だからね、あの騎士は運転するんじゃなくて後ろに乗せてもらうような騎士にならなきゃダメだっていう風だったの、私たち誰も運転してないよ、はいはい、中原さんでもそうでしょ。そうですか、うん、だって羽生さんぐらいから運転するようになったんだな。あ、まあそうですね、うん、そう、最近乗ってるかどうかは分かりませんけど、はいはい、そう、安光さんとかも免許は持ってたと思いますけど、まあ、でも最近さすがに運転してないね。そうですね、うん、はい、でもゴルフ行くのには免許ないとね。そうですね、あの、ね、やっぱり長距離移動ね、例えば家族で、ね、はい、旅行というかね、はい、あのそういう時もあるし、気分転換になりますよね。いや、結構、まあ、いいものだなと思うんですけど、どうですかね、関係者を乗せることって木村さんあります？まあ、たまにありますけどね。仲間の騎士を乗せたりとか。やっぱり丁寧に運転しますよね。あ、乗せる騎士によって変わったりしますまあ後輩ならいいやとか、まあ、そのまあ将棋界も広いところでその大事度っていうんですか、大事度、 A から E ランクぐらいまでやっぱりあると思うんですよ。それは棋士のランクですか、でもあっても一応はあの A ランクでずっとやってるつもりです。そんなにたくさん載せたことはないんですけど。お弟子さんも A ランク、まあ、で A ランクですね。 A 級棋士も A ランク、 A ランク、同じ扱い、一応みんな A ランクにしてるつもりですけど、わかんない、そう感じない人がねたまに出てくるかもしれませんけどね。だから杉本さんの大変なんだよ。はい、あの藤井さん乗せてる人、はいはいはい、あ、 S ランク乗せてるからですか。あの乗せたくて乗せてるわけじゃないんです、いや、まあ、語弊がありますけど、お弟子さんも乗りたくて乗ってるわけじゃないですまあそうかもしれないですね。だからね、あの、まあ、何年か前とか、ね、やっぱり、まあ、後ろに、はい、自分の後ろに永瀬さんがいて、はいはい、ね、左後ろに藤井八冠とかいて、はい、S2 人乗せてるんですね。めちゃくちゃ緊張するんですね。緊張っていうか、なんかこれ何かあったらどうしようみたいなね、はいはいはい、そういうことってありません、木村さん。そういうのはないですね。ない、羨ましい、はいはい、そこまでの宝をねということはないですね。いや、でも考えてみたら、ね、まあ、まだ藤井八冠が、まあ、中学生とかね、はいはいはい、そういう頃に一緒に車であのタイトル戦見に行ったりしてたんですよ、ね、だから今から思うとあれですよね、まあ、何もなくてよかったなとね。まあ、そうですね、何かあったら将棋界の歴史変わってましたね。まあでも S ランクの人はそうは思ってなくて、はい、いや、師匠よく連れてってくれた、ありがとう、あの危ないな、あの危ない運転でも、はい、俺は今生きている、だから大丈夫だったっていうふうに思うじゃないですか ね。だから最近ね、もうあんまりなんか向こうもあんまり乗りたがらないような気が。あ、そうですか。気のせいかもしれないけど、いや、駅まで送ろうかっていうと歩いて帰りますと前だから永瀬さんだけ送ったことありますよ。え、いや、2人行って、あ、そうなんです、2人乗せるんだけど、永瀬さんだけ送る、なんか藤井八冠の方が、はいはい、自分は歩きますみたいなことを言って、で、まあ、仕方ないからってのも変だけど永瀬九段だけ乗せて、はいはい、ね、なんか違うなと2人とも思いながらそうでしたか。面白い、なかなか聞けないお話ですね。あ、すいません、まあ、ここだけの話といって思いっきりね、皆さんの前で話してますけどもアーカイブにも残ります。こんなことがありました。はい、でも取ろうと思いませんか、お二人。はい、そうですね、いや、でも大阪に住んでると、いや、車よりも自転車の方が結構楽なんですよね、移動が。自転車乗ってる。あ、もう自転車ですね、基本は。あ、そうなんですね、はい、うん、春日井だといるんじゃない。いや、でもなかなか、なんか自分で車運転してどこかに行く機会がないんで、うん、でも市役所行くだけで遠いじゃんね。そうですね確かに、うん、あんま市役所行かないので。行かないかそうか、大丈夫です。病院とかも遠いし、まあ、うん、電車で、電車で行く、うん、すると間に合わないですかね、なんか危ない時とか、うん、春日井住もうと思ったらいる気がする。そうですね、じゃあ私出ちゃったからあれだけど後々取ろうと思います。うん、はい、ということで運転の話は、はい、十分聞けました。はい、はい、で今回そうですね、打ち合わせしなかったですもんね、フリートークということで打ち合わせ3秒で終わってしまったんですけども。あ、はい、まあ、なんとかなるさっつってね、ね、はい、はい、何しゃべりましょう、うん、何いきますか。服部先生、うん、M1 の話とかもちょっと聞きたいなというふうに思ってたんですけど、そうですね、はい、ライバルも現れたということで。あ、そうですね、いや、
まさかあの関西だけだと思ってたんですよね。我々だけだと思ってたらまさかあの東京にもそう優秀なライバルがいるということで、はい、相方は。でも漫才やるって言っただけで拍手作るのはそんなにないよ。いや びっくりしました。いやそうですね、みんなもしかしたら知っているのかなというのを。え、皆さん知ってます、もぐら兄弟。ああ、嬉しいです。結構相方どなたですか。相方のトミーです。あの富田誠也五段ですね、うん、はい、うん。どっちがツッコミでボケ、富田さんがツッコミで僕がボケですね。ボケ担当。ボケ担当ですね、うん、いつものトミーのその鋭いツッコミを。あ、富田さんですね、はい、ね、大丈夫、トミーで。大丈夫ですか、はい、残るけど大丈夫です。あ、そう、残るんですね。ね、東京でも銀座飛燕でした。そうですね、谷愛さんと山本博さんが組んでやるということで、はい、なんか谷愛さんは結構明るいんですって。はい、まあ、山本さんはほっといても明るいって感じですけど。ほっといても。あの、いや、面白そうですよね、興味湧きますよね。で、うん、まあ、どっちが上かっていう感じになるのかよく分かんないですけど、まあ、お二人でやるっていうのが、練習もしなくちゃいけないでしょうし、うん、ネタもあるでしょうし、やるって言っても結構大変でしょうけど、楽しみですよね、そういったものが。どれぐらい本気なんですか、エントリーはする。エントリーはもうしますね、はい、今年の、はい、出ようかなというの。なんか言ってるだけなのかちょっと分かんなかった。いやでも本気で、はい、今年やろうかなというのを、はい、思ってます。あちらのコンビも本気なんですか。あちらも本気だと思います、あの記事出てたので。そうなんですね、はい、やっぱりでも関東の方が評判が良かったりすると悔しいでしょう。いや悔しいです ね、はい、面白くないね、はい、やる以上はやっぱりそっちよりは評判いいって感じを目指すんじゃないんですか。いやそうですね、やっぱりそういうのも込めてやっぱ1回戦突破をっていうのを、はい、あ、なるほどね、話しましたね。いやでも銀座飛燕役、もうもぐら兄弟はもうなんか全然ライバルじゃないっていうのを噂で聞いたんですよ。うです どういう意味で。いやもう全然その眼中にないらしいんです。いやもう もぐら兄弟とかも全然眼中ないっすみたいな感じで。すごい、はい、いやそれ聞いたんで、ちょっとそれ噂で聞いたんで、うん、はい、ぜひ頑張りたいなというのを、はい、はい、いや時代が変わりましたですね。いや二刀流が流行ってるけど、この漫才と二刀流っていうのもね、聞いたことないですね。先生はでもぼやきがすごかったじゃないですか。ぼやき本当あなたが継いだとか言われる。そうなんですか。そんなこと言われると思います。いやぼやきですか、うん、そうですか。誰か一言言ったらバーッとつながって、それ以降あんまりぼやがないようにしてるんですが、今対局中にぼやく人少なくなりましたね。先生の時代はよくこう話をしたりとかっていうことあったような気がするんですけど。あのね、ぼやきもね、本音でぼやいちゃうからダメなんだよ。損ですよ。損です、はいはい、それは損ですよ。相手はがっかりしてんだなと思ってブランとくるでしょ、ね、ところがこの作戦でぼやくのとね、うん、あるんだよ、はい、お宅の師匠の亡くなった人の名前出して、佐世先生、はいはい、あのぼやき油断できないらしいんだよ。いやそう言ってたよ、うん、石田先生のぼやきは自分であらでも本当本当本音が出ちゃうから、あれだ、佐世先生怪しいと、あ、うん、怪しいというか、あの石田先生もぼやき多かったでしょ、はいはい、ね、うん、まあ、昔の棋士って序盤もみんな話してましたよね、なんか。あ、そうなんですよね、今じゃ信じられないのどかな対局風景でございまして、今は最初からピリピリしてでしょ、ね、作戦負けしてちょっとやったら持ってかれちゃうから、と昔はのんびりやってたんですよ。誰かがどっかで株式ニュースのテレビつけて株の話してましたよね。あ、バブルの時だ よ、ね、K 先生ね、K 先生も、うん、あれで結局パーになっちゃった、ね、いやいや本当にやっぱりね、対局中にな耳でね株切り取っちゃいかんわな、これ。いや、でも、そういう時代もね、あのね、そのね、バブルの時はね、将棋に限らないのよ。他の部分で、本業そっちのけでそっちやった。ね。ね、いや、だからそういう時代があった。将棋界もあった。ね。風呂行っちゃったのもあったもんね。ありましたね。あった。あった。銭湯が近くにあった。千駄ヶ谷。二日酔いだからね。で、風呂行っちゃう。風呂行っちゃう。ね。ほんで、ね、二日酔いで3時まで持てばこの相手なら勝てるとか言って、かっこいいセリフで、はいはい、で二日酔いが抜けたからもう3時過ぎたからこれでこの相手なら勝てると、そういうね、のどかな時代でしたね。あの皆さん将棋界は真面目な人もいるんで、どうかあの全員がこうだったわけではないんですけど、そういうこともあったってことですね。それ昔の話、昔の話ね。今はもう大変ですよ、序盤でも言っててもミスも許されないぐらい、まあ、序盤で午前中でミスしちゃうってこと結構ありますからね。ああ、で、それで差がついちゃってそれを一日中挽回できないなんて今ありますよね。でもね、そうですね、もう
で10時に開始して10時10分ぐらいにもう終盤になってるとかありますもんね、はい、だから油断できないですもん、うん、そういうお昼食べる余裕なんかもありませんもんね、うん、そうですね、いや本当に今午前中で、ね、もう取り返しつかないぐらい差がついちゃう時もあるんで、はい、そういう意味で昔は本当に良かったですよね、石田先生昔の方が良かったかもしれないと思ったりしますね、あの雑談が面白かったりしたんですよね、はいはい、一言言わせてもらうといい時代に来たと思っております。私は今の時代はとてもこの機種はダメですよきっと。いや、うん、本当にトータルするとやっぱり今の時代の方がなんか棋士って幸せなんじゃないかなと思うことは、あの勝負はシビアなんですけども、うんね、でもね、もうね、本当にお客さんも、ね、こういう感じでたくさん来ていただけたり、いよいよ、ね、それはもう芸能人的になってきましたもんだんだ、それはもう格段の差ですよ昔と、そういう意味ではね。ただあのその分あんまり注目されていないから、少々そういうことやっても厳しく咎められないっていうね、はい、そういう部分はあってのどかだったんですね、本当にみんなすぐ終わってからすぐ麻雀行ったり飲み行ったりカラオケ行ったりなんか遊び人っていう感じのところはありますけど、いやでもね、あの順位戦は命がけでしたよ、今以上に命がけでしたよ、はいはいはい、今ねどの棋戦もこう勝って賞金もありますね、そうそう、はい、もう賞金が高かったから昔順位戦オンリーっていうか、それはね本当私もそうだけど、それだけは本当に命がけ身を削るようにしてやりました、それは覚えておいてください、そんな昔いい加減ばっかじゃございません、ね、順位戦といえば、はい、衆院選、はい、あ、僕です、あ、はい、初級、初級されて、あ、ありがとうございます、はい、おめでとうございます、 ありがとうございます、はい、やっぱり命がけですか、今のお話聞いてどうでしょうか、先輩方の、いや命がけですね、はい、今も、はい、はい、今の時代とどうですか、昔の話聞いて、あ、いやそうですね、いや対局中に喋るっていうのはもう全然考えられないですよね、うん、ぼやきもしないですか、いや、でもぼやく人結構多いと思いますね、終盤とかで、はい、はい、嘘ついてるんですかやっぱり、あ、みんなポーカーフェースうまいですね、みんな形勢いい時とかにいやひどいとか言ってる人がね、はい、それトミー、いやトミーもいますけど、あの Y 先輩もいます、誰、ああ、え、挑戦された先生、あ、挑戦された先生ですね、はい、なるほどなるほど、あ、Y 先さんね、あ、そうです、 Y 先さん、はい、Y 先高之さん、はい、はい、名前言ってますよもう、いやいや、いや一応隠してるんですよね、 Y 先さん、そう、 Y 先さんで、はい、あの挑戦決めた Y 先さんですよね、うん、はい、あのどうですか先輩が挑戦決めて、すごい仲いいと思うんですけど、いやすごく、はい、もう本当、うん、まあ、自分一ファンとしてすごい嬉しかったですね、あ、一ファンなんですか、一ファンとして、はい、いやもう山崎ファンなんで、うん、はい、うん、どうですか、はい、今までと違ったタイプの挑戦者って感じがするので、なんか期待感があるようなところもありますよね、そうですね、なんか見たことないような将棋になりそうな感じがします、うん、もう序盤の20手ぐらいがもう本当にどうなるのかなというのを、ペースを乱すとかね、なんかそういうところが見られるととても面白くなるような気がしますね、うん、そうですね、いや確かに盤上の戦いも、あの番外の戦いも結構面白そうな挑戦を受けられる師匠はどうですか、あの藤井八冠の師匠ですか、はい、あ、でもそうで、あの、はい、山崎さんと、ね、はい、藤井八冠の対局というのはこれは本当に面白いなって思うんですけど、うん、山崎さんは奨励会幹事の時ありましたよね、はい、でその時、ね、藤井八冠奨励会員、まあ、三段だったのかな、なんかちょうど、ね、幹事の先生と幹事とタイトル戦、その奨励会員っていうね、そういう時代があったはずなんですよ、うん、でだから、ね、当時の、ね、藤井、ね、奨励会員の将棋を見て、ね、山崎さんどう思ってだか分かりませんけども、うん、ね、その2人がタイトル戦を戦うというのは本当にこれ楽しみです、うん、はい、ありがとうございます。あ、森本さんはデビューしてどれくらい経ちました？そうですね、半年以上も、はい、去年の9月にデビューしたので、はい、どうですか将棋公式戦指してみて。実は私もぼやくっていうわけではないんですけど、はい、結構感情が出ちゃうタイプなので。あ、そうなん、まだ将棋指したことがないからちょっと分かんなかったです。じゃあ今度ぜひぜひ、はい、ぼやき聞きたいです。それはでもやっぱり嘘を言ってるんですか？いや本当やっちゃってて、なのであの師匠のポーカーフェイスを見習わないとなっていうふうに、石田先生からちょっと教わってポーカーフェイス、はい、嘘つけるように。あ、え、ぼやき、ぼやきの嘘をつける。いやいやいや、そう、私ポーカーフェイスですか？先生ですか、うん、ポーカーフェイスではないような気がする、ね、ね、でもね、正直にぼやかれるということで、うん、ね、まあこれで何勝か損してると思うがな、うん、でもまあ私の腹八分の人生、腹八分なり
から6分ぐらいの人生ですけど、これでよしと言い返しております。はい、はい、良きところでまとまったんでしょうか。はい、ちょうど、はい、ありがとうございました。本当に楽しいお話をどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。改めまして石田九段、木村九段、杉本八段、服部六段、森本理子女流二級、室田伊代女流二段、どうもありがとうございました。盛大な拍手をお送りください。